はようさん。リーゼントでかこと秋山です。3月16日、YouTube 上で俳優など著名人3人に対し脅迫や中傷などをしたとして、警視庁がガーシーこと東谷義和前参議院議員と動画制作に関わった会社経営者の40代の男に逮捕状を取ったことが分かりました。で、警視庁は今年1月ガーシー容疑者の関係先に著名人らに対する常習的脅迫や名誉毀損、威力業務妨害、さらに強要への容疑で家宅捜索を行い、それまでに事情聴取を6回要請していましたが、どれも答えず。で、ガーシー容疑者はドバイなど海外に滞在し、去年7月の参院選に当選した後も国会に一度も登院しておらず、議場での陳謝を拒否したことから国会議員の資格を失う除名の処分を受けていました。警視庁は今後警察庁を通じて外務省に対し旅券返納命令をガーシー容疑者に出すよう要請し、国際手配する方針だということですね。ガーシーっていうのは秋山さんも、まあ最初はよく知らなかったですよね、多分。知らなんだね、こんな。まあ、日本警察舐めるなと。これはもう、必ず警察庁が ICP を通じてこれ捕まえます。でね、順を追って説明したら、はい、刑法の222条に脅迫罪ってあります。2年以下の懲役、30万以下の罰金。ただ、本件はもう常習的に3人の脅迫してますから、はい、暴力行為等処罰の関する法律違反の常習的脅迫、これであえて、ちょっと罪の重い方でもっているね。で、これは3ヶ月以上5年以下なんで、法定刑はもう倍、しかもこれ罰金刑がもう不起訴か起訴、それとね、もう有罪持っていける証拠全部終了してます。この捜査は逮捕状っていうのは100点から0点で説明すれば70点ぐらいの証拠が集まったら逮捕状は出ます。捜索差し押さえ、ガサ状は、それよりまだ 50% ぐらいで、ガサ状はあります。なるほど。けど、指名手配打つ、国際手配打つ、これは5人逮捕があったらいけないんで、100% に近いほど、もう 100% やね、の証拠がある被疑者に対して、指名手配も打つ、国際手配も打つ。うん、まず本件は、もう 100% の証拠が揃って、しかも常習性の証拠もある。うん、しかも共犯も何かある、共犯性の証拠もある、それで逮捕状を請求してます。逮捕状を請求してから一旦は全国指名手配を打つんですね、うん、警察の組織の中には刑事部があったり交通部があったりね、公安部があったりするけど、共助課っていうのがあるんですよ。共助課、例えば警視庁都内で事件が発生したら、警視庁から全国、北海道か沖縄までの共助を通じて探してくれ、捕まえたら送ってくれみたいなね、うん、次にすぐに今度は ICP を通じて国際手配するわけ、うん、国際手配って何かっていうと、フランスのリヨンに本部があるんですよ。 ICPO っていうのは、うん、国際刑事警察機構っていうの。だ、そもそも自国で事件やって逃げるとか、行方不明者が逃げるとかなったら他国におるとか、そんな探しましょうよと。皆さんがこう思い浮かべるのは銭形のトッツァンですね。そう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 、はいはい、まあ銭形のトッツァンがルパンをこう海外を追い、ただ逮捕権はないんですよ、はいはい、ICPO が逮捕権はない。ただ各国の加盟国、これ、今195カ国ぐらいあるんかな、190ぐらい、そこの各国の日本でいうと警察庁みたいなところにお願いするわけですよ。探してくれよと、捕まえてくれよと。探してくれ、捕まえてくれる手配っていうのも種類があって、はい、今回は赤手配、うん、手配には9種類あるんやけど、うん、まあ事件については2種類で赤手配と青手配がある。これレベルですか？そうやね、青手配っていうのは ICP を通じて、例えばドバイだったドバイの国でガーシーがどこにおるんだと、こいつは今何を仕事しような、何をやってるんだって情報を共有するため、情報をもらう。赤手配はまだ一ランク上で、拘束してください、うん。国際逮捕手配って言われるようにね、拘束してください。うん、で、今、警視庁が国葬を受けてるんで、警視庁が捜査して、警察庁が ICPO を通じて赤手配やってるわけ。ICPO に日本のキャリアの偉いさんが言ってますからね。はいはいはい。これ、ネットを使った脅迫で名誉毀損。これに関しては、まあ、芸能人、経営者が標的になったわけですけども。
これで国際手配とかなかなか珍しい動きっていう。大体赤手配出す運は殺しとか銃刀事件プラスは組織的犯罪、皆さん方が知っとるんで言うたら六本木のクラブで見立て新一が殺しがあったでしょ、あれも多分フィリピン逃げとんやけど、あれも赤手配してます。ただ野郎はどこに今住んどるかわからない。小池と一緒ですよ、所在不明なんで探すに時間かかるわけですよ。けどガーシーはもう今住んでるドバイの住居地、ここはもう特定できとるんで、多分ね極秘で向こうの捜査へも行って捜査協力を受けながら尾行張り込みできる範囲でやると思う、なるほどね。あのね、犯罪人引き渡し条約っていうのが大きなアレになって、アメリカとか韓国にはあるけど、よそはないんで、勝手に捕まえて、ほら、勝手に送ってくれっていうわけにいかん。ただ、もう、はっきり言って警察以上の政府対政府のね、もう人間対人間との協力体制、これに尽きるわけですよ。確かにあのガーシーの事件っていうのはほんまに常習脅迫にしたって、ほんまに赤手配なんか打つような、ま、過去にはそんなんない、ただですよ、社会的反響が大きいじゃないですか、国会議員が一個も出てこずね、わしは何悪いことしてない、国会の悪口は言うわ、日本国の悪口は言うわ、警察の悪口は言うわ、こうなってきたら国民は許さんでしょ。おい、ちょ、待てよと。お前、いい加減せよと。で、この日本の社会じゃ、逃げ毒を許さない。海外に出たら、ほな、人殺して海外に出たら、ほんでいけるんかっていうのも絶対許さない。ゴーンで失敗してますから、やっぱり今、日本警察っていうのは、海外に逃げたやつは絶対許さない。逃げ毒を許さないっていう気持ちでね、良い捜査の気持ちで捜査進めとるわけですよ。まあ、そこでまた前例を作っちゃわないようにってことですよね。そう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 。だから、こういう殺しではないけれども、徹底的な捜査は進めとるわけ。これもきっちり警察庁および警視庁の捜査員はね、こいつを捕まえるでしょうね。なるほどね。それと今回この捜査って早い段階から捜査を進めとんですよ。今頃逮捕特権が失ったから、はい逮捕請求して今からドバイの方からこうお願いしよう、こんなんでないんです。とうにもやってるん、捜査は。なるほど。なぜかっていうのは今回は被害届を受理だけじゃなくて国訴を受けてる。国訴っていうのは2つの要件があって、犯罪事実、何年何月何日こんなことを被害受けましたよの申告プラス犯人の処罰意思、絶対ガーシーを捕まえて処罰してほしいっていう、これは今後の訴訟の条件として必要な、ということは警察は絶対に捜査せないか、結果を絶対送付せないか、検察官、警視庁は国訴を受理した段階でも捜査進めてるわけ。だからもう 100% の証拠は集まった。いつでも逮捕状が請求できるのは準備しとったわけよ、だけど一応国会議員だったんで特権があるんでね、逮捕特権っていう、ちょうどもう除名されました、もう一番ベストのタイミングですぐに請求した。もう書類は全部揃ってましたからね。でもドバイですかね、 UAE、ここにももうすでに警視庁も警視庁の捜査員も根回しをきちっとしたわけですよ。もういつか逮捕するんでお願いしますっていうことをね。でもきちっと手続きを踏んで、一旦は外務省にお願いして旅券返納命令もせないか。ただね、今がチャンスなんやけど、返納命令っていうのは日本の外務省がドバイの被疑者の家に送ります、まあ20日間っていう期間が空くんですよ。官報ってあるでしょ、行政がこういうことをいろんなことを告示する、ガーシーに対する旅券の返納を命ずるっていうのを告示して、20日間過ぎたらもう完全に到達してますよと、見込まれますよ。だからその段階で、あいつのパスポートがもう無効になるんで、今度不法滞在、不法滞在で一応拘束されて、日本に強制送還されて、ルフィと一緒だったよ、機内の中で日本国内さ、御用、だから今がチャンスなんだね。ドバイの方もあいつが今住所が特定できてます、そこをやっぱきちっと見張りもしてくれてるんで、今がチャンスだから必ず捕まるな、あいつはね。まあ、そもそもその前例がないこの除名
という国会欠席だけでおおよそ出るような処分じゃないものが出て、しかも国際手配で逮捕するっていうような動きになったのは、やはり国に喧嘩を売ったってことですね。そうですね、非常識この上ないですよね、うん、そんな歳費やって何千万ももらって、うん、人の悪口ばっかり言うて脅迫して、うん、YouTube で儲けて、これは誰も許さんでしょ、うん、まあ普通のね脅迫罪だったら、あのすいませんって言って出頭しとったら罰金刑で終わるんですよ、こんな初犯だったら、はいはい、刑務所実刑いけへんよ。常習的脅迫、これやって初犯で出頭したら逮捕されても執行猶予が出て、多分懲役2年4年か5年ぐらいの執行猶予で出れますよ。だけどこんだけ逃げ通すとか、これと事件は脅迫の一台だけでなくて、名誉毀損があったり強要があったり、ほいと威力業務妨害事件たくさんあるんですよ。これみんな併合罪で捉えて、ほんと否認国境ったら、反省がなかったら実刑いく可能性あります。まあ国を怒らしたってことですね。そうそうそう。警察も人間の集合ですよ。国やって人間、例えば国会とか警察組織以外の国民の人の怒りもあるじゃないですか。これはもう警察の威信どころか日本国の威信かけてドバイで拘束してもらって逮捕に至る、これが一番ベストですよ、うん、警察も警察もこれやってほしいね。まあガーシーの話って、まあ、国家権力が、まあ、一人を潰してるみたいなね、これは国の闇だみたいな話もまあ出てくるんですけど、あの賛否両論があってガーシー投票した見方もおるでしょうけど、うん、まああの子供でも分かる、もう普通常識で考えてほしい、うん、このガーシーがやっている全てっていうのは、うん、子供でも分かるぐらいの常識違反でしょ。犯罪に抵触しとんですよ、犯罪なんですよ、うん、それを国民が許すわけないんだ、うん、これあのテレンコパレンコさんっていう方、秋山さん、国民の怒りはテレビの印象操作報道のせいだよ。あと人の悪口ばかりではなく、まあ綾野剛さんっていうね、まあ役者の方、うん、まあこの方が本当に悪いことをしてたっていう被害者とかも、そのガーシーの生配信に出てきてですね、こんな悪いことしてんだぞっていうふうに、まあガーシーをやったわけですね、うん、一方では悪いことしてるのに、この暴露をすること、告発をすること、まあこれ自体がなんでこれ潰されなきゃいけないんだっていう、まあ意見もあるわけですよね。いや、さっき言った国葬を受けてるんで、国葬が受けたらもう絶対証拠と事件っていうのを検察庁に送付せないかんっていう法律上の決まりがある。なるほど。だから、この被害者と綾野さん、これについてはまた別件の話なんよね。はいはい。みそもクソも一緒にするわけじゃないわけ、はい。ガーシーが被疑者としての事件を国葬で取る犯罪事実。綾野さんがやったことについてはまた別。これはほら、この被害者が国葬なりしたら、被疑者綾野として捜査する。別なんね。皆さんもね、いろいろ思うところがあると思いますが、今後も注目ですね。日本警察の威信にかけてね、警察庁が頑張ってほしいと思います。きっちり片付けまへんか。ネット社会でね、何でもやっていいもんじゃないということをね、やっぱり一つ前例作んないと思う。そう。うん。